平田さん、決戦の場に向かいましょう。まあ決戦でもねえか。よいしょよいしょよいしょ。いやもうさ2年ぶりですよ。2年ぶり、なんか2年経つのがあっという間すぎてさ、そんな経ったっけ。よいしょ。はい、こちらはですね、トツルハラダムですね。昔さ、はい、今日来てないメンバーがトメンハラダムって言ってたよね。そうだね、トメンハラダムって今考えるとおかしい話だよね。今日もね、はい、桟橋でやるんですけど、はい、2年前さ、はい、ここの桟橋、真夏かな、7月の終わりから8月の頭ぐらいに来て相当渋くて、ももさんが涙ながらのフィッシュを決めたとこですね。そうなんです。あの時ね、なんか悔しくなっちゃってさ、釣れなすぎてさ、みんな釣れてんのに、はい、なんか悔しくなっちゃったんだよね、まあ、あれ確か。今日はそのリベンジを果たすべく来てるんで、頑張っていきましょう。はい、じゃあちょっと釣り場向かいましょう。はい、頑張りましょう。すぐそこで。それではももちさん、はい、ここはももちさんの決戦の舞台です。はい、今一度ご紹介をお願いします。ここはですね、千葉県にあるトツルハラダムですね。もうちょっと思い出を語ってよ、少しだけ。思い出はね、あの時はね、2年ちょっと前に来たのかな。あの時なんか夏だったんだよね、真夏で釣れなかったんだよね、とにかく釣れなかった。で釣れなくて、金谷が先釣れて、で私がもう号泣したっていう思い出があります。しかも仮設トイレでめっちゃ泣いてたんでしょ。仮設トイレでトイレットペーパーで涙を拭いてたっていう記憶が。そしてね、なんとおもちさん、今回これ見て、じゃーん、トツルハラダム T シャツ。あのこちら事務所に販売しておりまして、今回こちら着させていただいて、ちょっとトツルハラダムの魅力を伝えていければなと思っております。ただね、また前回みたいに涙を流されちゃ困るわけですよ、はい、ということで、はい、今回スペシャルゲストをお呼びしております。誰でしょうか。じゃあお呼びしましょうか。はい、お願いします。野島隆インストラクターです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。あれ、ちょっとなんか野島さん、なんか派手ですね今日は。いや、今日はちょっとね、あの一回湯浅正親さんにヒョウ柄タオのこといじられたんで、ちょっと湯浅さんには勝てないから、ちょっと地味にしたつもりなんですけど。とんでもございません。あの日頃からお世話になっております。今日は一日どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。日頃から多分浅草の霊界でトツルハラダム来てると思うんですけど、普段は船なんですよね。そうです。ただ今回桟橋です、はい、野島さん的に桟橋はどのぐらいぶりなんですか。自分自身がおそらく、あの今オーナーさんの相沢さんにも朝聞いたんですけど、トツルのこの桟橋で、あっちの突端で一番初めに桟橋で釣りしたの自分だと思うんですよ。すごい。でたまたまその時浅草の霊界の前日で大雨で、次の日の霊界が流界になっちゃうってことで、土砂降りの中視聴してたんですけど、当たりおでこ、トツルハラダムでおでこじゃ帰れないっていうんで、相沢さんにお願いをして桟橋で やらせてもらったのが16、17年前。じゃあそれぶりってことですか。まさかそれぶりです。え、このトズラ、もうザクバラに魅力ってどんな感じのところですか。あの房総 あのダム湖、まあ、三島湖、豊房湖、トズラハラダムがあるんですけど、魚影の濃さではやっぱトズラハラが一番。ああ、やっぱそれってオーナーさんの努力のおかげで、ヘラブナいっぱい話してくれてる、うん、でうまくあのブラックバスの人たちと本当にうまいこと共存ができてる池だと思うんですよね、はあ、それが一番の魅力だと思います。なんか釣れるヘラももう2年前なんですけど、僕らが来たのはすごい鱗がこう綺麗なヘラブナが釣れたんですが、はい、前回ももちがですね、前回釣れたんですが、うん、釣らせてもらったっていうのが多分一番合ってるんですよ。なので今回はちょっと野島さんは両団子の使い手とお聞きしておりますので、ももちにぜひ提灯両団子をご指導いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、できる限りお願いいたします、はい、じゃあももさんも今日は楽しい一日になるといいですね、はい、そうですね、あの一緒に調子するの初めてなんで、今日はいっぱいねたくさん教えてもらいたいと思います。はい、それでは2年ぶりのトツルハラダム行ってみましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、それではちょっと冒頭でお話した野島さんに解説をしていただきたいなと。
じゃあまず餌作りからいきましょうか。はい、ね、まず餌作りは自分自身がね今ここに出てる、スゴフマッハ革新カルネバ、普段使わない餌なんですけど、ももちにヘラを釣ってもらいたいって思ってるから、あえてのももちが一番得意とするブレンドをまずやってもらいたい、はいはい、一番初めにその餌から打ってもらうっていうのが近道になるから、はい、まずは普段使ってるももちが普段打ってる餌のブレンドをまず粉を入れてもらって、はい、っていうのをやってもらった方がいいと思う。あ、なるほど。じゃあ、うん、これで私が作ります、うん、200です、うん、100の OK です。はい、粉の量が OK で、これで水を普段どれぐらい入れるの？水170ぐらいなんですよね。一回混ぜます、うん、軽く混ぜる。いつも軽く混ぜる感じ？いつもはもう混ざったら OK って感じです。そうそうそう、うん、はい、こんぐらいです。そう、実際今見たく、はい、この4種類の餌を入れて、はい、これはある程度均一に粉の状態で混ぜといた方がいいわけじゃない、はい、でここに水を入れるわけじゃん、はい、で170入れたら、はい、俺がかきますから。あ、わかりました、うん、はい、じゃあ100、うん、100の70、これでできました。でこれ見てて、はい、かき回すのにさ、今はオフに水を吸わしたいだけじゃん、はい、これね、どのメーカーの餌でも一緒なんだけど、はい、俺は必ずもう こんなのこれで給水を必ずさすの。全然違います。で理由があって、ここでさ、多分ももちとかって普段あーってもっとかき回すじゃん、はい、今は吸水させたいわけじゃん、はい、だから全部分けてあげるのね。あ、で吸水させたいからいっぱい混ぜない。でここでいっぱい混ぜちゃうといきなりネバが出るから、はい、でここでマルキューさんの餌だとまあ何分ぐらいか分かんないけど、普通だとまあ2分ぐらいだよね、はい、でここがすごい大事でさ、はい、ここでかき回してっちゃってネバを強くしちゃうじゃない、はい、ネバって入れるの簡単だけど切るの大変なの。だからこの4つの餌をブレンドした中の一番開く餌を作りたいわけね、はい、でそこ開く餌からネバを入れていけば、はい、当たりが出るとこまでネバ入れればいいんだから。最初はもう粘んないように、粘んない、この4つ入れるのは3つでもいいんだけど、はい、その餌の中の一番開くところを作るためにここで今給水をさすわけ、はい、で今喋ってるだけで、まあ、2分ぐらい経つわけでしょ、はい、そしたらまず起こす、こうやってほぐしてやるの、はい、その後にみんなこうするの、これをひとまとまりにこうやって練っていくじゃん、はいはい、じゃなくて俺ずっと言ってんだけど、 OK の下にね、 OK の下に指をつけたらネバっていっぱい出ちゃう、はい、だから OK の下に指をつけないでこのオフをね転がしてやるの。表面で聞こえてる。そう、オフをコロコロするイメージなの、はい、で俺だったらだよ、ちょっとねマルキューさんのこのブレンドって俺やったことないから、はい、俺だったら、はい、打ち出しがここになる。触ってみていいですか？どうぞ。あ、ちょっとなんかひとまとまりになっちゃうんで、いつもするんでこう練って。でこれがさ多分あ、すごい一番開くじゃない、はい、一番開くところからパラパラ、はい、開かない方向に持っていくの。ここから練ったり、そう練ったりとか、はい、もっとネバを入れたりとか符をつけたりとかってしていくんだけど、はい、打ち出しをここにしとくと、はい、一番開くんだから基本開けば魚寄ると思うじゃん、はい、俺はそういう風に必ず打ち出しってこういう作り方、一番開くとこ、っていう感じにするのがベストだと思う、はい、でじゃあ実際これが餌できたから、はい、これをももちに打ってもらう、はい、ちょっとこれ打ってみようよ。はい、打ってみます。ありがとうございます。まずは、はい、その作った元餌をテンポよく打っていく、はい、リズムで打っていく。リズムがやっぱ大事なんですね。そう、リズムはすごい大事で、はいはい、だから餌の針のさ餌をつける付け方も毎回同じでやるのね、はいはい、
同じ大きさで大きさと同じ付け方をしとくと、はい、変化が分かりやすいから、はい、まずは魚を寄せることに専念する。はい、どんどん打った方がいいですね。そう、どんどん打った方がいい。大丈夫だ。どんどん打ってた方がね、あの、はい、餌屋さんも儲かるから売れますからね、うん、そう起きちゃっていいですね。起きちゃっていい。はい、思いました。めちゃくちゃでかくつけてたもんな。しかもなんかパッサパサな餌つけてましたよね、確か。あの、去ってん時のももちの餌のでかさはさ、俺24尺でもあんなでかいの打たないよあれ、よく考えたら相当でかいですよね。マッシュじゃん。マッシュ並みのでかさ。今変化あったの分かった。ちょっと遅かったですか。ふわっとして入ったのね。そのふわっとして入って、今これ多分ね、はい、餌ないんだよもう、はい、そしたら、はい、次につけるときに、はい、今同じつけ方でつけたじゃん、はい、もうちょっとだけギュッとつけてやるの。あ、いつものつけ方よりもう一回分だけギュッとつけてやると、はい、片手でギュッと、うん、ちょっとギュッとしてで OK ですね。うん、乗って OK。 はい、風が大丈夫かな。ここが今長くなったんだよね。いや、長い。始めよりね、はい、全然長いっていうことは近くには何かがいるから。もういいですか。で、これ今さ、はい、ギュッてやったけど、はい、なんか餌がギリギリって感じじゃない、はい、で、ちょっとオッケー貸してくれる、はい、餌をつけるじゃん、あの、大きさも取るじゃない、はい、そのギュッてつけるのって、あの、針をね、こう通してもいいんだけど、はい、このここでギュッてやるのもあるんだけど、はい、まずは針貸して、はい、手でこうギュッてやっちゃいました。まずは、はい、あの、ももちってこうやって針通すじゃん、はい、通してこうやってつけるわけじゃん、はい、この通して針つけた時にいつもだったら 1,2,3 でまとめてたのを、はい、4で止めてやるの。 1,2,3 でつけてたのを4回ってことは1回ギュが多いじゃん、はい、っていう風に考えた方が分かりやすいと思う、はい、これをこっちでギュってやっちゃうと、はい、あの、芯が強くできすぎちゃうから、はい、この 1,2,3 だったのを4にするとか、うん、なるほど、っていう考え方の方が、はい、同じ餌をね、いろいろと変えれるから、欲しいねもう時間の問題でするよ。まだいるね。いますね、うん、ゆっくりです。なじまない。お、好きなとこで合わせな今だった気がする。で、今ここでさ、普通通りに餌つけて触りがあるのに、はい、やっぱり餌がギリギリになっちゃうじゃん、はい、その時にちょっと一回オッケー貸してくれる、はい、で、ここでさ、ちょっといるよねかけないで釣れっぽかった。ここでね、さっきさ、かき回すときに指つけるなってたじゃん、はい、同じなのね、
もうちょっと餌が持てば当たるかもしれないじゃん、はい、で、あのつける時にね、あの余計にやって当たんなかったじゃん、はい、したら今度元餌にもうちょっとだけネバーを入れればいいじゃん、はい、そしたらさっきと同じかき回せ方で、俺だったら5回から10回あのコロコロするだけ、うん、あの水も入れないの、 あの今はネバー入れたいだけだから水なんか入れないの。だからさっき言ってあの餌作る時と一緒で、はい、やりたいことを一つずつやっていくの、うん、はい、水を打ってかきネバーを入れたら、はい、柔らかくしてネバーが入っちゃうじゃん、はい、それだって餌って2段階進んじゃうから、今10回ぐらいかき回したじゃん、はい、でこれをじゃあ普通通りにつけていけばいい、はい、分かりました。それで持つとこあの持たなくなったら同じことを繰り返していくの。書いてもまだいるもんね。そうですね、いっぱいいるよ。うわおい完璧だよ、神だ、完璧。しかもヘラでけえし、いいヘラ。よしよっしゃ、ありがとうございます感動の一枚ですか。あ、完璧なドセンターでございますね。いや、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。よかった、2位ヘラだね。いや、多分今日1じゃないの。そうですか、うちらが釣ってるヘラよか。もう今さマジで熱血指導、本当にありがとうございます。熱血指導ありがとうございます。やったね。はい、いや、でもいいヘラだよ、よかったね。じゃあ逃がしてあげましょう。はい、さよなら、ありがとうございました。すごい勉強になって、基礎もね、本当教えてもらったんですけど、次は底釣りの両団子を教えてもらいたいなと思いました。嫌な顔してる。全然いいよ。早く釣ればいいよ、だそうです。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。それではちょっと野島さんの釣りを見させていただこうかなと思ってます。はい、お願いします。野島さんといろいろ先ほどお話しする中で、ええ、両団子のブレンドについていろいろお考えがあるということで、はいはい、話せる範囲でいいんですけど、うん、野島さんが考えるこの両団子の餌作り、うん、ちょっと教えていただいてもいいですか。ね、まず両団子で釣るって、あの、まあ、共餌2つとも団子をつけるわけなんだけど、あのやっぱり持ってなきゃダメなんだけど、花から持たしすぎるのも絶対ダメなのね、はい、でだからあの餌って重い軽い粘る開くっていう4種類に俺は考えるんだけど、その4種類の中でやっぱり粘るものっていうのは芯になるから必要だから、あの粘るものをベースにどこまで開かしていくかっていう考え方をするんだけど、今自分なんかが使ってる、まあ、ベーシックの餌でいうと核になるのがグル団子っていう餌で、そこにあと足りないもの、重さが足りないのか開きが足りないのかネバが足りないのかって考えていくし、あの考え方をするんだけど、ブレンドをね それで決めてもらった方が多分釣りは分かりやすいと思う。だから例えばあのマルキューさんでいうと革新、あとカルネバ、その粘るものに対してさっきももちがやってたマッハを入れたりスゴフを入れたりっていう、あの餌って結局はそのレシピの中の足し算引き算でしかないと思うから、あのベースになる餌に何が足りないかっていうのを考えてもらうのが一番近道だと思う。はあ、おお、さすがです。もう言ってるそばから、いや、これ引っかいてるんじゃないかな。でもやっぱりその核となる自分の好きな餌がまず見つけることですか。好きなタッチ、そう、好きなブレンド、そう、あのブレンド とかもね、あのさっきももちにも言ったけど、その自分が絶対の自信がある、それをいつかどっかでいっぱい釣れた餌で構わないから、そっから必ず入ってもらうこと、
それでほらあのその日その日で餌って変わるから、それはブレンドが変わるんじゃなくて、あのその中のブレンドしてる餌の比率が変わるだけだから、それをねゆっくり考えてやるのが両団子の両団子釣りの一番の遊びだと思うから、それを考えてもらってやった方が分かりやすいと思いますよ。じゃあやっぱりいくつもいくつもこうブレンドしたからいいってわけじゃないんですよね。そう、あの実際はシンプルにしてった方が釣りって楽になるから、はい、どれだけシンプルにできるか。あー、おーすごい当たりっきり。今のいい当たりでしたね。いやもう あれで当たってくれれば、これ今ちっちゃいヘラだけど、これで当たってくれてヘラのサイズになってもう文句なし。はい、ありがとうございます。あと、うん、なんか野島さんは両団子の時に、うん、結構ハリスの段差を開くっていうふうに聞いたことがあるんですが、はいはい、その理由っていうのはあるんですか。やっぱり一昔前と比べるとヘラ自体の口数っていうのは間違いなく減ってるから、あの今もこれ50の30って20センチの段差をつけてるんだけど、この20センチの段差をつけるっていうのが、これも普通の人 やってもらうときに別に20センチ段差じゃなくていいから、ハリスの長さも段差も必ず決まったところから打ち出してもらうっていうのが、あの団子でいっぱい釣る時 の近道になるん でその段差が広いっていうことは、タイムラグが上っ張りが馴染んでその後下張りが追っかけてくるっていうタイムラグができるじゃないですか。そのタイムラグで触りがいっぱい出るんであれば段差詰めればいいんだし、そのタイムラグを使ってでも触りが出なければもっと段差広げればいいんだし、あの両団子だから何センチまでの段差っていう決まりがないから、はあ、じゃあもうそのタイムラグで見極めてるんですね。そう、その触り当たりの。そうで、だから普段使ってる浮きを使ってハリス、あのハリス、針の大きさも普段と同じ、ハリスの長さも普段のと同じで、餌も普段と同じところから入ると、あの魚が多いのか少ないのか、食い気があるのかないのかっていうのが分かりやすくなる。だから自分なんかどこ行っても、その日やるときには必ず基準になるところから必ず打つから。その野島さんの基準は何センチなんですか今。ねここ数年は今見たら今日パイプトップつけてるんですけど、はい、パイプトップの時には50の30っていうのが、はあ、基準の長さ。普通の人からするとほら提灯団子にするんだとハリス短いように感じるんだけど、はい、あの普通だとなんかほら50の65段になり55の70なりっていうのが提灯のハリス段差なあの長さな気するけど、自分の基準がここにあるから、こっから触りがなきゃハリス伸ばしていけばいいし、あのこれで餌が持たないぐらい魚がわしゃわしゃになっちゃうんだったらハリスを詰めればいいやっていう基準はここは必ず作ってあるから、そこから始めれば魚の活性が見分けやすい、はい、で結局それよりも段差を広げる場合ってどういう時なんですか、うん、あのこれ以上ハリスを段差を広げる時ってもっと渋くなった時なんだけど、はあの渋くなった時に両団子っていう一応ね両方とも団子はつけるんだけど、あの変な話上っ張りでヘラを寄せることもあるし、はい、あのセットから 両団子なんだけどセットみたいな釣りになっちゃう。あ、じゃあ下を食わせにしてってことです。下をだからちょっと開かない餌つけて、あの上は開く餌でちょっと寄せ気味にしてっていうこともやるし、で逆に渋い時結構ありがちなのが下張りを高い位置で受けさせちゃって上っ張り腫らしたとこで食わしちゃう。だから餌の大きさは下張りの方がでかくなるってこともあるんだけど、両団子の釣りってね、あの応用で考えていくといろんな釣り方ができるから、ちょっと あの普通通りの両団子をやって釣れないから団子を諦めるんじゃなくて、この遊びをねちょっとやっぱ団子シーズンはこれで遊んでもらいたいなと思いますね。やっぱりこのすぐ渋くなるとセットに逃げがちな近年じゃないですか、うん、でもやっぱり両団子でそれでもこう食わしてくっていう。そうだからそれもさ、あのほら霊界なんかでセットのがいっぱい釣れるなら俺もセットやるけど、でもやっぱりほら所詮遊びだから、あの俺は両団子の釣りが好きで、やっぱこの団子食う時期は団子にこだわってたいっていうのが強いのかな、うん、
今日はそんな野島さんとね釣りができて、そしてももちにいろいろとご指導いただきありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそ。多分またね、あのももちがですね、ぜひ続編を、はい、あの続編をやってほしいということで、うん、あのまたご一緒させていただいて、はいはいはい、今度はまたちょっと違った釣りも全然、はい、教えていただければ。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。じゃあいいですか、じゃあ僕の提灯13尺、はい、まあいいんですよ、もう僕はもうおまけみたいなもんですが、今日は、うん、今日は野島さんに教えてもらって、ももさんが去年のリベンジを果たすっていうのがね一番の重要ポイントですから。かといって俺も釣りたいんだけどね、ちゃんと。すごいですね、隣でも野島先輩がもうキュルキュル糸鳴りさせてますよ。まだね、さすがに1投目だから触りも何もないですけど、私は、うん、でも戸面の桟橋さ、すごいやりやすいよね。うん、ね、車からも近いし、フェラザいらないし。ただ船はやってみたい、うん、また再挑戦しましょう船さあ、戸面の40カミ釣りたいわ。いるよね、40。いや、いるでしょう。なんか今日さ、うん、戸面に来る車の中でさ、うん、ももさん面白いこと言ってたの覚えてる？覚えてない。私90になっても減らずにするからみたいな。多分ね、それ寝ぼけてたよ。本当に？なんかあの90まで生きてる保証なくない？そう、なんかなんとなく覚えてるけど、なんかすごい真面目な話をしなかった、ケンケンと。あ、してたかもしんない、電話で。確かに。それでなんか触発されたの。私も回答求められて、とりあえず適当に言ったみたいな。おい、適当に言ったのがそれかよ。なんか真面目な話してたよね。うん、今ちょっとね触りが出ました。なんか野島さんの教えを俺も守ってさ、触りが出て待たずに切る、次の一投にかけるって。おお、ももさん釣ってんじゃん。え、なになに、ちょっと待って、怖い怖い怖い、ちょっと待った、ちょっと待って、追いかけてきてる。うわ、バスが。え、待って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 、最悪、怖い、なに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 、怖い、待って、怖い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 、ブラックバス、ブスモシ、あ、切れた、あぶねー、怖い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 、かけてました、ね、しかも2体いました、ブラックバス。うわ、なるほど、ね、遅い、これか2回目面白くない？カネヤン、はい、あれ結構いいヘラかもしんない。どれ？本当に本当にあんま引かねえからあれだけど、形がいい、かっこいいぞ。とりとりかっこいい、あ、ちょいずれか、これちょっと測りたいな、これ3センチあったんだけど36ぐらいあんじゃねえかな。じゃん、
昼みたいな375です。おい俺のヘラだよ。あ、昼みたいじゃね。おい俺のヘラだって。今野島さんに聞いたらこれ子面の本小ベラだって。すごいくない？口見てよ口。いいもんって。今日俺この1枚釣れただけで満足だわ。いや、よかったね。あ、じゃあ逃がします。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。すげーヘラこれ。こんなの釣れんの？めっちゃいいよね。はい、それでは戸面原ダム桟橋長江ということで、今日は1日野島さんに大変お世話になりました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。今日の状況的にどうでしたか？さすが戸面原ダムだなっていう感じで、桟橋で釣りをができるのにあそこまで当たりもらえるって、管理釣りバーみたいだったでしょ。本当ですね。それってこのダム湖であんだけ当たりがもらえるって、やっぱ魚影の濃さがすごいんだと思う。で、魚影が濃いってことはやっぱりオーナーさん の努力の成果だと思うんで、すごいダムだと思いますよ。はい、そして桃地さん、はい、今日野島さんに1対1でレクチャー受けましたけど、どうでした？そうです、もう最初からも教えてねだって、本当次につながる兆候ができたんで、今回またこの教えてもらったことを次に生かして、自分なりにまた釣り方を工夫して釣れるようになりたいと思います。ありがとうございました。本当にありがとうございました。いいえ、こちらこそお世話になりました。そして最後にですね、野島さんにお願いがあるんですが、はい、本来であればサイコも今度行こうよって話をしてたじゃないですか、ちょっとシーズンが終わりになっちゃいましたんで、ぜひ来年、はい、もう野島さんのもうお箱と呼ばれるサイコの船釣り、ちょっと体験させていただければと思いますので、ぜひぜひ、はい、その際はぜひちょっとアテンドしていただければと思います。はい、了解しました。はい、それでは今日はお暑い中誠にありがとうございました。はい、こちらこそお世話になりました。ぜひ皆さんも戸面原ダム来てみてください。じゃあ、ありがとうございました。